すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、こんにちは。こんにちは。今日はゆいちゃんのレッスンです。お願いします。お願いします。ゆいちゃん、今日のレッスンは何ですか？今日はフェイスの、フェイス面の管理について話しようと思います。はい、お願いします。よくアマチュア、まあ、初心者の方、特にスライス出ちゃう方がめっちゃ多いと思うんですけど、スライス出ちゃう原因もいろいろあって、でそのうちの一つがバックスイングして、このトップの時にのフェースがもうすでに開いてる状態だと、スライスに結果なっちゃうことがめっちゃ多いので、まあ、その話をしていこうと思います。で、このフェースの面があるんですけど、これってまっすぐ、スクエアの状態で上げていくと、この今純ちゃんいる方、うん、まあ、カメラの方向にフェースが向く、そうだね、のがまあいいと、はい、これが開いちゃうとどっち向くかっていうと、こっち向く、あ、上ね、上っていうか、なんだろう、うんうんうん、に、なるほどね。だいたいこうスライスばっか出ちゃうんですっていう人は、まずこれめっちゃ多いです。バックスイングの時にもうすでにここじゃなくてフェースがこっち向いてるんで、で戻ってくる時に、この時点でこの45度ぐらい違うから、戻そうと思っても戻りきらずにこのまま当たっちゃう、はいはいはい、っていうパターンがすごくて、なるほどね。そうで、大体そういう方だと、もうこれぐらいの時には面白い、うん、これめっちゃ多い、このフェースの面、うん、どうしたらいい？あ、下、ちょっと下というか、正面から見たらちょっと近い、うん、大丈夫。ここから、まあ、これが正解です。うん、めっちゃ多いのが、なるほどね。そう、ちょっともう一回、この時点でもうこれだけ違う、でこのまま上がっていくと、こっちじゃなくて、で逆に言うとこの辺りぐらいまで我慢できれば、うん、結構大丈夫。なるほど。であとスライスの原因自体がフェースの面だけじゃなくて、まあ、軌道だったりとか、その体の動きとかがあるんだけども、その原因の中の一つだけでも直すと、全体的なスライスの回数はかなり減るかと。なるほどなるほど。なんで、なんか自分のフェースの面がどっちに向いてるかは、今その方法、うん、カメラの方から動画とか撮ってもらって、トップの時にフェースの面どっち向いてるか、ちょっと自分が確認してみるのもいいかも。なるほど。ドライバーでも、ドライバーちょっとな、なかなか、あー、なるほどね。開いてると、はい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 、面がだんだんこう上を向いてしまう、うんうん、このままだとカットに入っ、カットというか開いて入っちゃうのね。おー、開いてる。おお、なるほどね。そうそうそう。だから、まあ、例えばこうフェースがここまで開いちゃうと、うん、じゃあ打つときにこのみんなこうインパクトにかけてヘッドをこう下ろしていく、うん、だからこう手首をこう普通のスクエアの状態にもかなり、まあ、返さないと戻ってこない、ここからこういう風にしたら戻ってこない、うん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 、これが次に起こるチーピンとかのきっかけになっちゃう、うんうんうん、これがスクエアの状態ちゃんと上がってれば、手首をそんなに返さなくても正面に戻ってくる、うん、この状態でインパクトって言うけど、開いちゃうとどうしてもこのまま持ってくると開いてるから、ここでこうグッて、うん、返しちゃおうと思ってチーピンが出ちゃう。なるほど。疲れてる時もしかしたら開いてるのかもね。そうで、これ開いてる方が、あの、ゴルフやったことなくて、うん、まあ、ゴルフやり始めてっていう人だったら、自然に、はい、じゃあこの棒を
こういう感じで上げてみてください。大体の人はみんなこうしたら。そうね、くるっと、うん。そうだね。だから、多分意識的にやらないとこうならない。うん。左手がね、こう、こういう動きになるんだけど。そうだね、そうだね。うんうん。開いてるところ。うん。でこれ結構みんながやる感じ。確かに。こう、うん、簡単だから。うん。ひょいってね。で、まあ、まずは目尻とかさっき言った左手のここまで来たらこっち側に折れる。うんうん。で、上げてみます。まあ、あと単純にこの右の手の甲が、うん、手の甲が下を向いちゃうと、うん、ベースの面で一緒に上を向いちゃう。うんうんうん。これがこの手首。右の手首がね。こうなると手の甲が、うん、手の甲が下を向けばこのベースの面も開いちゃうから、うん、右手の甲が下を向かないようにバックする。ほんほんほん。なるほどね。そう。で、右手の甲が下を向かないようにって言われたから上向かないとと思って、うん、こう上向けちゃうとこういう変な形だったら多分ここで止まるはずなの。うんうんうん。ああ、なるほどね。どっちでもいい、うんうん、自分のイメージできる方、バックスイングしやすい方、うんうんうん、でやってみてください。うんうん。どっちかというと私は左手の方がいい。左手の意識を持った方が上げるのと、切り返しでどうしても左腕から先行していきたいから左手の方を気にすることが、うん、なるほど、わかりました。はい、ちょっと一回みんな動画とか写真とか撮ってみて自分のフェイスがトップの時にどっちを見てるか確認してみてほしい。はい、わかりました、ゆい先生、はい、ありがとうございます。皆さんもぜひやってみてください。高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。 Ready